カツアゲされました悔しいですの動画に対するコメントです。さっき信号無視で警察に見つかったけど罰金されず優しい注意で済まされたわ。サンダルでバイク運転したケズダ隊長は罰金されたのに幼稚園児でも守れるマナーを破った俺は優しい注意で済まされるの草。まあこれもね、警察によりけりやからな。ほんまに警察のさ、警察官のさじ加減で違反か違反じゃないかっていうのは決まるんでね。もうほんと運が良かったというか、住んでる地域が良かったって感じやな。俺はほんと、大阪のスラム街みたいなところで育ったんで、まあ、育ったっていうか、そういうところに住んでるんで、まあ、普通に罰金取られましたね。ほんま、大阪府警終わってるからな、ほんとに。いや、大阪府警っていうか、もう関西の警察全般終わってるわ。俺から言わせてみると、ほんとに。俺から言わせてみると、ほんまにな。おかしいもんだって。一時停止の時もそうやけどさ、ようわからん女の府警さんにさ、いやいやいや、あんなんもうほぼ止まってますやん。 99.99% 止まれてたよあれは。本当に、そのレベルのことはもう見逃してくれない。だ、結局ほんとさじ加減こいつらのね。サンダルだって別に田舎の大学生とか高校生とか、ゲンチャとかでね、コンビニ行ったりするでしょ。ねえ、それ見逃す。そんな一時取り締まってたらきりないでしょ。ねえ。で、それでたまたま俺が通りかかったからっつって、見せしめでこうやって、ね、違反取られてんの。誰にも迷惑かけてない。サンダルでな、おい、もうまた、なんかまたムカついてきたわ。もうこれ結構前の話やけどさ、これ。いつの話や、これ。去年の夏か、これ。去年の秋か夏か、忘れたけど、今更なんてまたぶり返してきたわ、イライラが。な、サンダルで俺がバイク運転して誰に迷惑かけるんですかっていう話なんよ。マジで。おい。誰に迷惑かかんの、事故らんわんな、俺、18ぐらいからずっとバイク乗ってるけどな、一回も事故ってへんわ。サンダルで運転してたっていうのが原因ではな、これが原因で事故ったことは一度もないわ。ボーケ、ほんまに。で、意味わからんの、これでな、罰金6000いかれて意味がわからん。で、俺のゴールド免許の道がまた遠のくぞ、これ。なあ、一時停止のな、これ、またこのちょっと前の話だけど、一時停止のあれがなかったら今頃でゴールド免許やわ。無事故無違反。まあ、単独事故は起こしたことあるけど、別に、それでゴールド免許にならへんってことはないけど、単身事故とか、何事故っていうか分からんけど、単身の事故、はあるけどさ、な、無事故無違反でゴールド免許になれたところを、このクソ、大阪府警に、な、ちょっかいかけられて、な、罰金も取られて、ふざけんな、マジで、本当に。許せないっすね。言うてたらキリないよ、ほんま。もう文句止まらん、マジで。悪口止まらんわ。でも俺、おかしなこと言ってんからな。正しいこと言ってるだけやから。はい、目押しが正確なのに外すのはなぜでしょうかの動画です。コメントです。ずれてますよ。いや、ずれてませんよ。ずれてないけど。お前の発言がずれてるわ。エリクトは生きてますの動画です。コメントです。エリクト生きてることはみんなが望んでいるの。まあ、データ的存在なら、立ちこまだってデータサルベージで復活したから、エリクトはデータベースに一時避難したのかもね。エリクトを救うためスレッタの肉体にエリクトのデータをインストールするのか。エリアリアルが大破したシーンの前にキャリバーンの、そばにエアリアルのガンビットが残ってたシーンがある。これはキャリバーンにエアリアルのビットが装着される伏線なんだろうか。これね、皆さん結構当たってましたね。この、ビットがこのキャリバーンに合体するっていうこともあってたし、で、これはスレ、あ、これは違うな。これはこのエリクトのグドウのコーノっていうのはこれ違うな。はい。で、まあ、要は、まあ、ざっくり言うと、エリクトは生きてました。生きてて、別の、まあ、デバイスというか、まあ、お人形にね、そこに、データを移し替えることができて、まあ、生存できたんですよ。だからね、まあ、水星の魔女ハッピーエンドで終わっちゃいましたけど、皆さんの考察結構当たってましたね。ちなみに僕の考察も当たってたんで、はい、僕の考察が当たっててすごいなと思った人はグッドボタン押してくださいね。はい、大人の寿司の食べ方の動画出すコメントです。ケズダ隊長のかっこいい上半身みたい。まあ、僕かっこいい、まあ、上半身よりも下半身の方がかっこいいってよく言われますね。まあ、デカチンなんでやっぱり、はい、よく褒められますね。
うん、まあそれは冗談なんですけど、まあ一応なんか陸上やってたんで、なんかね本当に足すごいねみたいなよう言われますね。やっぱなんやろ、その例えばさ、多分いっぱいご飯食べてさ、でまあちょっと太ったとかあるやん。でまあお腹とか出てくるけど、でも下半身ってそんなな、見た目あんま変わらんと思うわ。やっぱ毎日歩くし、足使うし、やと思うねんな。うん、なんで上半身、まあ上半身見せるほどのものじゃないっすね。まあだからなんかね、またちょっとでも筋トレ動画需要ないしな、うん、みんな見てくれへんから出すのやめるわあ、まあまあまあ結構最近頑張ってるんで、まだ経過報告というか、はい、まだ出したいと思います。はい、鶏の胸肉とささみで唐揚げを作ってみたいな動画出すコメントです。唐揚げウーロン茶のコンビネーション、さすがケツダ先輩。まあね、唐揚げ、揚げ物食ってもこの黒ウーロン茶飲めば、はい、カロリーゼロなんで気にする必要ないっすね。うん、まあなんやろな、うん、でもなんか正直な話、俺はこんなお茶ごときで脂肪の吸収が阻害されてるとは全く思えへんねんな。うん、だからあのちゃんと賢い人は食ったら食った分だけ動いて発散しましょう。そんだけ、はい、飯で痩せようとするなっていうね話ですね。ダイエット中に揚げ物食うとはさすがだな。まあ関係ないけどね、うん、別にダイエット中にマック食おうが揚げ物食おうが別に痩せれますから。まあ動いてるか動いてないかの話で、まあ飯で痩せようとするの俺好きじゃないからさ、うん、腹いっぱい食って、腹いっぱいね美味しいもん食って、で死ぬほど運動して痩せる。まあ確かに食い物抑えながら運動する、それが一番効率的に痩せれると思うけど、でも別にそれって一生続けることって不可能やん。だから飯って三大欲求の一つやから、その食欲ってね、それを抑えるってもうストレス以外の何物でもないし、うん、逆にその運動とかっていうのはストレス発散にもなるから、うん、そのなんていうの、そこでストレスを抱えることっていうのはなくなると思うから、だからいっぱい食べていっぱい動くってほんま理にかなってんねんな。うん、ストレス一切かからへんから、まあ別にその暴飲暴食するとは言ってないけど、好きなもんはまあ適度に普通ぐらい、うん、その日本人の成人のまあ一日の摂取カロリーぐらい取るのであれば別にいいんちゃうかなと思いますけどね。うん、まあ一応俺野菜もちゃんと食ってるんで、ホリエモンと違ってね野菜も食ってるんで大丈夫です。激辛カラパスの商品紹介の動画ですコメントです。おちんちんおちんちんちん、おかしくなっちゃったな夏の暑さで。あのほんま暑いですからね最近、みんなもちょっと熱中症に気付けてほしいですけど、現代の悪魔バレもこの動画に結構コメント来てんな、この前回から。ただのヒステリーではこれは障害じゃなくて、まあなんなんやろうな、まあでもパニック障害かもしれんからね、一概には言えないですね。まあ断定はできないですけど、うん、なんかの精神障害を患ってた方なのかもしれません。ラウダは死にますの動画出すコメントです。入坂義弘さん、気にしないでください、失敗は誰にでもあります。にしても傷田隊長すごいですね、どんな予言でも当たっちゃう、何者ですか。この入坂義弘ってやつは前回俺の動画にクソみたいなコメントしてきたやつなんですけど、はい、ガンダムにわかのね彼なんですけども、見てるか入坂、おい入坂見てるか、俺の予想、はい、予想というか考察、見事的中しました。はい、やっぱここでこういうところでさ、やっぱガンダム何年見てるとかね、あのそういう歴が出てくるから、やっぱちょっとほんまにわかはコメント控えてほしいかな正直。うん、本当にお前よりなあ、イルサが、おい、お前よりガンダム歴長いんで、あんま調子こくなよって思ってます。ちなみに僕が見たことあるガンダムは、ガンダムシードと、鉄血のオルフェンズと、水星の魔女だけでーす。はい。その男にさ、論破されちゃう。恥ずかしいな。うん。ちょっと本当にガンダムオタクの、なんていうの、民度が低いと思われるから、軽率な発言はマジ慎め、本当に。わかったな。先輩からのアドバイスじゃ。重く受け入れとけ。はい。ということで、まだちょっと長くなっちゃったんで、次回にね、持ち越しということで。あらっしゃー。